今回第2弾となりまして、はい、寺山さんに引き続きやっていただきますので、はい、よろしくお願いします。まあ、カタログの紹介をいただいて、はい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 、10% ぐらいの、まあ、軽くそうですね、はい、いただいたんですけど、はいはい、簡単な一番有名といったらおかしいですけども、これやれば、まあ、簡単なアップになるよっていう、本当の全体の 10% ぐらいをやってもらって。本当ですか？あ、本当です本当です。本当に見てほしいんですけど、はい、前回のビフォーアフター、はい、10% でこれで変わったんだよっていうのをちょっと見てもらいたいんで、そうですね、見ていただいて、はい、で今回は、はい、こちらを使って本格的に、そうですね、もう翔平さんに合わせてここが動かなかったらここをちょっともっと動かしてほしいとか、はい、そういうトレーニングが全てあるので、はい、それをやって肩がどう変わるか、どうパワーアップして機能的になるかをちょっと試していただきたいと。わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあまあそれなりの重さがありますね。そう、今初めて座ったけど、はい、結構後ろ側に結構翔平さんの体重でも耐えられるように、そうですね、そうですね、はい、このカタロギーのこのバーのところをちょっと軽く握ってもらって、はい、ちょっとうつ伏せになるようにして、大胸筋が伸びるようにして、この台を少しこう揺らす感じですね、つけて、はい、わかります、わかります、壁とかじゃ絶対伸びない。そうですね。そう。こう、大胸筋のシュ一番付着部です。ついてるんですよ、はい。これが一番伸ばさないといけないんですよ。ちょっと待ってください。局所的に。いやこれが正直壁とかチューブとかそういうもので全くストレッチだとできないです。そうですね。これは多分無理や。はい。あと5回ぐらい、1、2、3、4、5、はい、OK です。じゃあ今度はこれを台をたった反対にするだけです。これで変わりますから、場所が同じです。同じやり方です、同じやり方です。これじゃ、はい、こうやってやるだけで、伸びてるところ違うの分かります？違う、ちょっと上に行きましたよね。そうです、そうです、ほんと骨の、はい、ほんの多分1センチとかそれぐらいなんですけど、伸びてるところが違うんですけど、結局肩って360度あって、その360度を本来は全部伸ばしたいぐらいなんですよ、僕の意識では。そうすると肩のパフォーマンスって絶対柔らかくなって動くじゃないですか。それなんで、このほんのちょっとの場所が違うところを伸ばすのって大切なんですよ。ここが多分翔平さん硬くてパフォーマンスが今ちょっと止まってるところだと思います。けどどうですか、気持ちよくないですか？だんだん気持ちよくないだんだんその痛いっていうのがちょっと収まりきってきて、はい、そうですね、結局ストレッチされたところじゃないところなんで、ちょっとずつ緩んでいけば気持ちよくなってくる。そうですね、すごい脱出方法がなかなか伸ばしにくいんですよ。きますね、はい、はい、そうです、そうです、左ケツととか右ケツ、はい、それとあとここですよね、そうです、極下筋のところなんですけど、もうこの時点で今後ろにすごい行くな、そうです、そうです、っていうのを感じるし、ここで詰まりがない、引っ張りがない、張ってないですね、緩いです。俺これしたら結構もうパンパンだったのよ。だから結局テイクバックの時にここが緩めばもっと後ろ行く、ああ、でこっからスイングに入ってってパフォーマンスが上がる時にここがもっと広がってくれれば遠心力かかるじゃないですか。でその遠心力かかったのを最後ここでブレーキさせるって、ああ、だからそれが全く使えない状態になっていた、硬くて、こっちと全然違う、こっちの方がでも硬いぐらいですもん。そうですね、張ってるなって、そう、だ僕の考えとしてはボルトとナットが曲がった状態で入っているのが錆びて、それでいて錆びている、はいはい、それを一回取ってあげて錆び取ってきれいに回して入れたいっていうのがイメージですね。なるほど、はい、そうするとスル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 ボルトもナットもいく、はい、じゃあトレーニングいきましょう。まだいいですか、やつ、いいですよ、いいですよ、やりましょう。変わっちゃう、まだ変わっちゃいますよまだ変えていきましょう。変わりますよ。でもう一回さっきと同じようなやつですね、はい、ここからこうどうですか、痛みだいぶ減りましたよね、はい、だいぶないですね、ちょっと突っかかえてるかな、うん、この辺ですかね。そうですね、今度こっちの骨の方だと思います、うんうん、これはちょっと一発で取れないかな
だからこれが伸びにくいですよ。これ痛いっすね。これなんだろう。そう、これがもう、これなんでここ急に痛くなったかっていうと、この辺があの伸びたんで違う痛みが出てきたんですよ。なるほど。はい、やばい。これ取れれば多分肩治ります。そうですね、これが多分最後の親玉っす。そうですね、親玉っすね、うん、ずっと探していたんですよ、親玉。親玉っす。だからその前に古文をやっつけなきゃいけないですけど、さっきのが古文みたいなもん。そうっす、いました、親がここに。ああ、こういうのですね。さっきより全然いいっすね。全然いい。なんか嫌な感じが全くないです。ああ、ちょっと自分でやってみましょうか、はい、こういう絵も欲しいと思うんで、ちょっとだけ手こういう感じで、はい、力まないで、それで肘は伸ばして、はい、ゆっくりです、ゆっくり、こういう感じ、こういう感じ、はい。どうですか、行ってます、ちゃんと。はい、大丈夫です。こういうトレーニング、大きく肩甲骨とかこう伸びるようなイメージです。少しで肩の中力まないように、はい。ちなみにカタロギーは特許取得技術を使用している唯一無二のトレーニング器具になります。少しこうやって回してください、はい。そうですね、後ろ一つ効きますね。そう、こういうイメージ。うわ、伸びてるからすごい。だからこれってマスコットバットで振った時って10分後も重いじゃないですか、はい、あれは感覚で重いと軽いを行き来してるんですけど、これは骨格と筋肉でやってるから、この感覚って10分後でもあります。あ、はい、これはちょっとやばい、やばい。そうですね、今までのまだ途中ですけど。まだ途中です。もうそろそろみたいな。まだ途中です。まだ途中です。締めに入りますね。これからもう。これコンプの処理いかないで、後ろ。手後ろ。マックスこれじゃん、今。左で。ああ、右なんかもう、こっちっちゃいじゃん。僕はもう、反対の耳まで。マジっすか。じゃあ俺も反対の耳まで。反対の耳ぐらいまで。で、肩甲骨。あ、それやばいっすじゃない。だからこれをやってくれれば、これも近づきますよ。でも前より行ってる気がします。ああ、でしょうね、多分。そう。右、右めっちゃ行ってる。右行ってる。マジじゃん。そう、全然違う。よし。やば。わお。わかります？なんかソフトになってます。わかります。もうここが楽だから逆に溜めていいんですよ。溜めて、はい。お、100いきますね、これ。今伸びた、いいボール。おお、100ぐらいいったかな。105、これで抜けた。やばちょび抜きが、きたー。ラジボール今
のイギアです。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしょうか、全部やってみて。本当やる前やる後って、はい、今までと、はい、今日、はい、全然違うし、はい、よくなりすぎて、はい、びっくりしてます。あ、本当ですか。ここまで変わるんだっていう。そうですね、基本的に本当に今までのトレーニングでは動かしてない筋肉、動かしてない骨格上の方向とか、そういうのも活発的になって機能的になるんで、やはりもう痒いところに手が届くじゃないですけども、はい、使ってないところとかできないところが活発になってパフォーマンスに生きてくると。ここまで変わるんかっていうちょっとびっくり。まあ、あの他の2人の動画を見てたので、はいはい、こうなるのかなと思いながら、いや俺は多分ならないだろうとは思ってました。はい、正直、はい、みんなそうやって言って、なんだこれ、こんな簡単なことでなるわけないじゃんと思うんですけど、一応その中に理論があって、はい、理屈があって、それでこういうものを作って、一人でもあの怪我しないように野球のパフォーマンスを上げてもらって、少子化の子どもたち、はいはい、その子が一人でも怪我でやめる野球ではなくて、元気に、野球をプレーして、はい、それでプロ野球を目指してくれる、はい、メジャー目指してくれるっていうのを作りたくて、こういうものを作りました。僕らはなんか野球人口を増やそうという思考でいたんですよ、はいはい、楽しい野球を、はいはい、野球やってる楽しい姿を見せて野球やってる人を増やそう、はい、でも谷村さんは野球やってる人を辞めさせないっていう、この減らさない、そうですね、そっちの減らす、はい、怪我で減ってしまうこともあるし、やっぱりパフォーマンスがついていかなくて辞めてしまう子たち、そういうのをね、少しでも助けたい、協力したい、そういうことで野球人口を続けてもらうために、はいはい、うん、やってもらうためより、そっちの方が今やってる野球の子たちを大切にしたいっていう思いがあって、やってます、活動してます。素晴らしい、はい、僕なんか全然違う、もうやってないしやらせようっていう、はいはいはい、勝手に個人的なんかこうね、全然全然、だからそういう子たちもこういうのを使ってくれれば、飛躍的に、ね、技術が伸びたり、はい、リカバリーしてケアできて、怪我とかそういうのを少しでもなくせるようにできたらいいなと思ってます。はい、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、本当に素晴らしい活動されてますし、はい、いや僕もこんな変わると思わなかったしね、はい、君も変わったよね、ね。すごい変わった。君もそんな、ここから全部なんか、ね、水かぶったみたいになってるけど。ちなみにこのカタログは、はいはい、販売元はどっかなんかショップとかであるんですか。ホームページがカタログトレーニングとやってもらえれば、ホームページ上で私のホームページに飛びますので、注文していただいたり、オンライン注文ですね。でもし体験したい方がいれば、この M2 スポーツフィールドには置いてあるので、そこでやっていただいたりすれば、まあ、M2 スポーツフィールドに問い合わせして、はいはい、カタログやりたいんですけどと言えば体験できますので。なるほど、はい、はい、というわけで、本日は、元プロ野球選手で、はい、カタローギーの考案者の、寺村智和さんに、はい、カタローギーをご紹介いただいて、いろいろ使わせていただいて、はい、こんな方良くなると思わなかったので。あ、そうですか、良かったです、はいはい、たくさんの方に、広まればいいと思いますし、はい、そうですね、はい、僕 の、 周りも結構医者とか、はいはいはい、結構理学とか結構いますので。あ、なるほど、なるほど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はいはい、というわけで寺村さんの各種、SNS で、ね、リンク、概要欄貼っておきますので、はい、チェックよろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃーん、イエーイ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 、視聴兵 TV2022 年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。
ー